さあ、それじゃあドクターソレンジマルチバースオブマットネスのレビューをやっていこうと思いますが、てかお前誰だよ。俺はマルチバースでの加納一馬だ。え、別世界の俺ってモヒカンなの？そうだ、お前以外基本的にはモヒカンだ。え、俺だけモヒカンじゃないの？そうだ、加納一馬は基本的にモヒカンの他にヘルニア、巻き爪、糖尿、万引き依存症、高血圧、痛風がデフォだ。最低じゃねえかよ。俺今めちゃくちゃマシな方なのかよ。知らなかったよ。お前らの話とかどうでもいいからさっさとレビューしろよ。そうだぞ、クソども。さあ、それではですね、マルチバースオブマットネスの話をしていきたいと思いますが、今作は監督がサムライミ。資料の腹渡で有名な監督だね。一番有名なのはやはり初代スパイダーマン。マーベル系実写映画の先駆けでもあり、レジェンドの一人ですよね。そんなサムライミがね、監督してるだけあって、今回すっげえライミ感満載です。どのあたりが？サムライミは資料の腹渡を作るときに、ドライブインシアターを回ってどういうホラー演出をすれば観客が驚くのかを研究しまくって作っただけあって、ホラー演出の引き出しが多いんですよ。序盤、カマータージで敵に追い詰められた時にドアがバーンと閉まって鶴瓶打ちのように怪奇現象起こるとこなんか、もうライミ感半端ないし、他にも資料の腹渡で見せたステディカムもどきっぽい撮り方とか、サムライミ作品にはほぼ全部出てる中学時代からの親友ブルース・キャンベルが今作でカメオ出演してるんですけど、自分に殴られるという演技を見せていて、これはもう資料の腹渡でも何度もやってる名演技というか、バカ演技だったり、あとはね、序盤に登場するガルガントスの顛末、目玉ポーンなんかね、もうスペルっぽいなとかね、いやもうサムライミ節がね、全開でしたね。だからこれでホラーだから怖いのかななんてね、思う人いるかもしれないけど、サムライミはコメディ演出、スプラッターコメディが得意というか、スプラッターコメディの第一人者みたいなもんなんで、もう全然コメディでしたね。やってることはね、ずっと変わらないですね。スパイダーマンがね、たまたまちょっと真面目に作ってるぐらいなもんでね、基本的にはふざけてますよね。で、スパイダーマンといえばね、今作では音楽も同じくダニー・エルフマンが担当していて、エンディングがなんかもうね、スパイダーマンっぽいなーってね、思いながら見てましたね。あとはね、ガルガントスの戦いはスパイダーマン2で、そのドクター・オクトパスとスパイディがこうビルの上で戦うシーンなんかね、思い出したり。というので、表面的な部分でもうライミ節が冴えるような、そんな作品でした。そして今作ではある悪役が登場するんですけど、その人の闇落ちしてしまった過程っていうのが、どうやらディズニープラスのドラマを見ないとわからないそうで、僕は見てないですね。 MCU 好きなのにディズニープラス入ってないとか、にわか丸出しだなお前は。よくそれで感想動画とか出せるなお前は。いやでも映画はね、ちゃんと全部見てますよ。嘘つけ、ブラックウィドウ見てねえだろ。ブラックウィドウ以外は見てるということで、それなりについてきてる僕でも、闇落ちしたことにちょっと置いてきぼり感はね、食らってます。エンドゲーム見てるから分かりますけど、察することはできるんですけど、MCU もいよいよドラマを見ておかなきゃいけねえというね、新規参入は、スターウォーズ以上に難しくなってきたなとね、思いました。それから今作は禁断の書なるものが出てきたりとか、ビシャンティの書っていう、すげえ強力な呪文が描かれてる本とか、インカージョンっていうマルチバースが引き合って宇宙が滅びる現象とか、ドリームウォークっていう別世界の自分の精神を乗っ取ることができる現象とか、もう専門用語にクラクラしたね。タイトルに今マットネスってね、入れてるぐらいだから、もう世界観ごともうカオスにしようってのはね、わかるけど、正直ただでさえマルチバースっていうのってちょっと難しいのに、そこに専門用語ホイホイ出されたら、いよいよついていけなくなってきてるなぁとね、思いましたよ。そして今作のテーマは、僕が思うに、自分とどう向き合うか、これがテーマだと思うんですけど、このテーマ自体はサムライミ昔からずっとやってきたことですよね。スパイダーマン3じゃベノムっていうね、ダークサイドに引き込まれる話だし、1作目のスパイダーマンもそのノーマン・オズボーンもね、闇落ちしてしまうし、
資料の腹渡ですらね、そのメタファーとかじゃなくてもろに自分と戦いますから、まあ、ずっとやってきたことだし、創作自体の、まあ、永遠のテーマでもありますよね。結局自分で作ってる時点で悪役も自分なわけですしね。でそれが今までだったら、まあ、自分の中にある悪の部分を排除して終わりだったんですけど、今作はより現代的なテーマになってるなと思いました。要は悪い部分も、もう自分なんだから、それを受け入れて生きていこうぜという、まあ、悪い部分すらも利用してそれが自分なんだっていう、まあ、これこそ僕がねスター・ウォーズエピソード9で見たかったことなんですよ。なぜ急にスター・ウォーズの話？いや、あのエピソード9もやってないことないけど、その正義の心と悪の心どちらも持ってこそ人間じゃないのか、これがね見たかったんですよ。だから今作で闇落ちしてしまったあいつが、その利用しようとしていた自分自身に肯定され、なけなしの正義感を取り戻すシーンで、もう僕はもう満足。ありがとうサムライミ、ありがとう MCU。 ということで、とても楽しい映画でした。また別の動画でお会いしましょう。さよなら。